This is Nicole. Thank you to my video. はい、今日はね、今シーズンの振り返りと、あとは、キャラクターランキングの話、今シーズンのリーグ通してどんな感じのキャラクターが、まあ、一番人気だったかなみたいなところの雑談をしていきたいなと思います。はい、まずね、私のアカウントの近況なんですけど、ヤマトがついに今シーズンの報酬で100レベルになりましたね。私日本のサーバーにもヤマトは持ってるんですけど、まだね1回も使ったことなくて、でグローバルサーバーの方で初めて100レベルになったから使って遊んでみようかなと思います。なんで今シーズンは結構グローバルサーバー出現するんじゃないかなって思うので、もしマッチングしただけよろしくお願いします。でメダルもね、私これ F2P のアカウントなんで、韓国3種類揃ってないんですよ。なんで韓国メダル結構中途半端な感じではあるんですけど、でこの感じでうちのヤマトは出撃していこうかなと思います。はい、でとコミュニティの方にはね書いたんですけど、まさかのねカイドウが私のところに来てくれまして、でただね、もう私のアカウント無課金なので、オーブもオーブもフラグメントも全然ないんでとてもね育てる余力がないんですよ。でもまさか来ると思ってなかったから、なんでまあ、カイドウに関してはちょっと育成はどうしようかなって悩んでます。私にはやっぱフランキーがいるから、ね、できればねフランキーのハイパーブーストも進めたいなって思ってるんですよね。そう考えるとね、やっぱカイドウね、ちょっと共存しづらいな、どうしようかなって思ってるところです。まあすごいね、じゃあそんな弾き方あるみたいな感じの弾き方だったのですごい彼にはめちゃめちゃ感謝してますすごい嬉しいです、来てくれて。はい、で今シーズンの振り返りなんですけど、日本のサーバーはね今シーズンめちゃくちゃ白熱してて、グローバルサーバーっていつも大体ボーダーブランカーのボーダーっていつも大体1万5000前後くらいだと思うんですよね。私も10月に1回ランカーになった時のスコアって確か1万4000とかだったんですよね。でいつもここら辺を整理してると思うんですけど、日本のサーバーで今シーズン初めて2万を超えたんですよ、ね、もう私は日本のサーバーでトップランカーを目指すっていうことはあんまりしてなくて、結構ねいろんなキャラクター使って遊んでることが多いんですけど、私の同盟の人とかは結構ねトップランカー目指してる人たちがすごく多いんで、最終日とかほんとみんな泣きながらやってましたねそれぐらいねすごい過酷なリーグだったみたいですよ。もうグローバルサーバーはねまだ1万5000がボーダーなんで、だいたい1日に1000スコア盛ればトップランカーにはなれるみたいな状況だと思うんですけど、いずれねどんどんユーザーが増えてきて2万とか平気でボーダーが超えるようになっちゃったら、もうそうそうね時間作んないとランカーになれなくなっちゃうので、ね、慣れるうちになっておいた方がいいんじゃないかなって思います。2万とかもとてもじゃないけど私狙えないんで、ね、ぜひ早めのランカーをおすすめします。はい、それでは、キャラクターランキングの発表をしていきたいと思います。で私いつもキャラクターランキングたまに作ってたんですけど、その時にね結構こう何て言うかな、ボーダースコアを参考にしたりとかってやってきたんですけど、あとはスコアの盛りやすさと、あとはバトルメンバーとしての組みやすさを加味した上での話になります。で上から、5位まではランキング形式で発表するんですけど、それ以降に関しては、結構ねメインキャラクターっていうよりかはそのバトルメンバーとして組んでるっていう感じがすごく強いので横並びになりますね。特に上下は特にないと思ってます。はい、じゃあ早速1位から発表していきたいと思います。
まずね、1位ヤマトですね。はい、これはね、カイドウがリリースしてからなんですけど、カイドウに対して対抗できるランナーといえばヤマトまたはおでんっていう感じなんですけど、おでんはカイドウを確実にキルした上での旗ダッシュって感じなんですけど、ヤマトはカイドウをキルしなくても旗が握れるっていうところで、やっぱりカイドウを使ってる人からするとおでんよりもヤマトの方が嫌だっていう人はすごく多いです。でそれもあるんですけど、カイドウが出たことによってドフィーが減ったんですよ。でドフィーが減ったことによって赤犬が増えたんですね。で赤犬と組むってなるとどうしても赤ゲッターになって、そういった意味でヤマトと赤犬の組み合わせを使ってる人が非常に多かったです。あとはやっぱりそのカイドウがいることで結局アタッカーでキルをしたところで旗って取れないんですよ。アタッカーが旗握ってもカイドウが溜めた旗なんて20秒くらいかかっちゃうから、まあ、その前にね取り返されちゃうっていうところで、ね、アタッカーもキルできる、カイドウをキルできるアタッカーもいいんですけど、やっぱり結局ゲッターだよねってなって、総合的に見てヤマトが今一番評価が高いかなっていう印象です。でヤマトとおでんの組み合わせで組んでる人とか、ヤマトと赤犬の組み合わせで組んでるって人が一番多かったです。はい、で次ですね、はい、第2位は赤犬です。これはねヤマトを使ってる人が多いからっていう理由でやっぱ赤犬が上位に上がりました。で、それももちろんあるんですけど、やっぱりそのカイドウが増えたっていうことで、ロジャーが増えたっていうのもあるので、ロジャーを狩るために、赤犬が増えたっていう理由もあり、あとはやっぱりロジャーよりかはやっぱり赤犬の方がスコア盛りやすいんですよね。なのでやっぱ赤犬を使ってる方がリーグは上がりやすいから、赤犬結構ね今シーズンすごい活躍してたと思います。やっぱりドフィーがいなくなったっていうのはかなりでかいですよね。あとレイリーも割と減ってきたのでね。なんでまた赤犬の時代が今シーズンは来たかなっていう感じでした。はい、まあね、そういった意味でもやっぱ総合的に見て赤犬、アタッカーは一番強かったかなっていう感じです。はい、で次第3位は、はい、おでんです。でおでんはね、さっき言った通りで、やっぱねカイドウに対して、まあ、すごいね強くは出れるんですけど、やっぱり旗の外から剥がされやすいっていうところで、やっぱ旗を抜くっていう意味ではちょっとね今一つだったかなっていうところですね。でやっぱりヤマトとおでんでランナーコンビでね組んでるプレイヤーってすごい多いんですけど、やっぱりどっちかというとヤマトにサポートを寄せてる人が多かったです。どっちかというとサブでおでんを使うみたいな感じでしたね。やっぱり赤犬に対してヤマトって対抗できるのに対しておでんはやっぱりそこそこねスキルがないと赤犬対面って結構きついっていうのがあるので、おでんは第3位になりました。はい、で次第4位がロジャーですね。ロジャーで、ロジャーは今までね本当息を潜めてたんですけど、やっぱカイドウのおかげで最近はねやっぱ日の目を見るような感じがしましたよね。で本当カイドウって今シーズン本当に登場してきてくれたおかげで今までの超フェスとかが非常に活躍できるような感じの、バランスよく活躍できるような環境になったんじゃないかなってすごい思いました。でロシアが4位なのはもちろんねその赤犬より弱いっていうのもあるんですけど、どうしてもねペアで組むっていうのがおでんしかいなくなっちゃうんですよ。でロシアとヤマトで組む人ってあんまりいないので、ロジャーで組む人って大体おでんと組みますね。そういう組み合わせでしか逆にロジャーは使えないんで、使用頻度としてはやっぱロジャーの方が
少ないかなっていうイメージでした。で、第5位がカイドウですね。カイドウはね、前回の動画でもね、ミドルフェスにはあんまおすすめしないし、ディフェンダーを使わない人にはあんまりおすすめしないっていう話をしてたんですけど、逆に言うとディフェンダーを今まで使ってた人たちからするとこれもすごい強いんですよ。もう旗を 1.5 倍貯められる時点でかなり強いし、まあ離れたところにある旗を自陣にいながらにして守れるっていうところが本当に画期的でマジで強いキャラクターなんですよ。なんで今までディフェンダーしてた人たちからするとものすごいね、価値を感じるキャラクターではあります。ただやっぱ今までアタッカーを使った人たちにはこの良さが、ね、伝わらないのがね、私的にはすごい悲しいなって感じですね。でやっぱり5位っていう結構低い位置になってしまった理由は、まずそのカイドウのペアとして組むちょうどいいランナーが今いないんですよね。でレイリーもいいんですけど、レイリーだけだとカイドウはまず落とせないじゃないですか。落とせもできないし、旗出しもできないんですよね。なので、今のところはそのカイドウにはいいペアがいないっていう理由でカイドウは5位だと思います。あともう一つは、どうしてもその味方、自分からこうスコアを伸ばしにいけるキャラクターではないので、どうしてもこう敵がたくさん自陣に攻めてきてくれた時はスコアがすごく上がりやすいんですけど、逆に何もすることがなくって守ってるだけみたいな状況で結果的に負けたってなるとものすごいスコア下がっちゃうんですよ。そういった意味でそのリーグで上がりにくいっていう、上がりにくさっていうとあまりメリットのないキャラクターではあったんじゃないかなって思います。はい、で次に5、6位以下の説明をしていきます。で、さっきも話した通り6位以下に関しては特に順番みたいなのはなくって、よく見かけたなっていうキャラクターを紹介していきます。そんなにね今までのシーズンとは変わり映えないかなっていうところですかね。まずは、ね、レイリー。レイリーはカイドウの、ペアのキャラクターとして使ってる人が多かったですね。はい、で次はドフィー。ドフィーに関しては結構ねそのカイドウにダメージ入らないみたいなってよく聞くと思うんですけど、なんだかんだでちゃんとブースト中を狙えばドフラミンゴでもカイドウを落とせます。なので、そこら辺をね使いどころちゃんと気をつけたり、あとは赤犬が増えてきたんで、赤犬だけを狙ってカイドウを守るとかそういう戦い方ができれば全然ねドフラミンゴ今でも使えると思います。でオロビちゃんはやっぱり、スキルでカイドウを押し出すことができるっていうところが強いのと、やっぱりおでんのペアで組むってなるとロジャーかヤマトになるんですけど、ただオロビがいるんであればオロビでダブルゲッターで使ってる人って結構今でも多いです。なんでねオロビちゃんで、オロビちゃんがいることによってカイドウってすごいね早くバフが上がるんですよね。チャージできるんで、なんでそういった意味でもサポートとして初手のカイドウのサポートとして使ってあげるっていうのも良かったんじゃないかなって思います。で次がなごみちゃん。なごみちゃんはカイドウのペアに使ってる人多かったですね。多分レイリーと同じ理由だと思います。次がフランキー。フランキーもなんですかね、あえてカイドウの裏にもフランキーを入れてダブルディフェンダーとして使うっていう使い方をしてる人もちらほらいたかなっていう感じです。ではね、そのカイドウで多めに貯めた旗をあとは守るだけみたいなところだと思うので、意外とねフランキーの方が守るのは上手かったりとか守りやすかったりするキャラクターだったりするので、そういった作戦で使ってる人もよくいたかなっていう感じでした。でもこれくらいですかね、今よくリーグで見かけるキャラクターでいうと。なんかね公式のツイッターからアナウンスが出てたと思うんですけど、またねなんか新キャラクターが出るかもって言われてるんですよね。
で、なんか、もう一回文章を読んでみるんですけど、なんかこう、日本の人たち、海外サーバーでどんな感じで言われてるのかがわからないんですけど、日本の人たちのなんか予想としては、その今回 の、 その配信ストリームでのコラボする人たちが、まあ、二次三次っていう事務所の VTuber さんが参戦するので、そういった意味で二次三次にかけてジェルマが来るんじゃないかっていうふうには言われてますね。じゃないとなんか突然 VTuber が来たからみんな結構戸惑ってるんですよ。で、多分もしかしたらそこにかけて、ね、ジェルマ三次とかね、二次とか出してくるんじゃないかなっていう予感がしています。で、どうなるんですかね。これもしね、超フェス来たらね、本当にしんどいですよね私もちょっとサボくんが来る、いつかね、来るサボくんのために、あの石もね、かけらも残しておきたいなって思ってるんで、やっぱりねここであんまり使いたくないなっていう気持ちです。今日の動画はまあここまでなんですけど、最近ね、ちょっと動画に全然返信ができてなくて、めちゃめちゃ申し訳ないですリーディングはできるんですけど、ちょっとライティングがやっぱりまだね、すごい遅くて、いつもね、あのトランスレター使いながら、やってるんですけど、なかなかね、あの返信がね、めちゃ滞っててごめんなさい。はい、できるだけ今回の動画は返信しようかなと思うので、よかったらコメントください。じゃあここまでになります。ありがとうございました。